いやー、真ん中ブラックホールですね。恐ろしい。どこなんだろう、南極って。いかっ、あー、こっちに向かってきてるとすぐに衝突しちゃうな。南極、はいー、こわ、忘れてた。これあれか、空洞のランタン。あの衛星から飛んできてるのかもしんないね。南に向かいたいな。多分もう帰れないから俺。はあ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい、あ、あ、こわ、あかんわ、めっちゃ泣いてんじゃん。こっちから行こうか。ちょっと迂回しなきゃいけないね。あった、これかな、これっぽいな。ちょっとなんか太陽色変わってきてない？大丈夫？もう超新星爆発したりしないかな？大丈夫かな？あれ？これは？探査艇じゃん。誰かいる？チャートか？ん？あ、いる。なんか中にいるな。これは中入れないのね。地表の下にいそうな気がする。これが、目追跡装置？新型？どっから入るんだろう。あ、ここだった。普通に入れた。よかった。割とすぐそばにあったね。着いた、やったぞ。探査艇を無事に着陸させた。あ、これ誰？チャート？まあ探査艇がちゃんと降りて、自分が身体的に気づかなかったって意味では、少し修理すれば、ああいう岩にぶつかったことなんかないって感じになる。うまくいった方だ。フェルドスパーも俺のこと笑っちゃいないだろう、きっと。それがいいニュース。悪いニュースは、まだこの構造物に入る方法がわからないってことだ。扉が壊れてる。出たよ。自分が探検向きじゃないのはわかってるが、今頃は別の入り口を見つけてるはずだった。多分。ここからは中に入れないが、地表下に通路があるのはわかってる。これから、地表下に通路。北上して赤道上の廃墟に向かい、下に降りる道を探してみる。ほう！赤道上の廃墟。ああ、確かに飽きませんね。飽きまへんは、もう俺に残された時間はないんじゃないだろうか。つうか、探査艇、あれ？私の探査艇なんか、すごい向こうに行っちゃったけど、これ何でなんだっけ？あれ？北上して赤道、一応向かってみる？ああ！お、なんか、レーザービーム出てるね。あーねー、もう時間もないから、せっかくだからちょっと、もう一回ブラックホール巡礼するかい。はい、ブラックホールに入りましたー。ありがとうございます。うわ、すごっ。怖っ。ふぅ。あ、うわ、すごっ。めっちゃ光ってる。かっこいい。けど、あと60秒しか持ちません。うわあ、すごい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 。あ、つかもう爆発してたわ。もう超新星爆発しておりましたと。はーい、さよなら。脆い空洞の廃墟。あ、そっちなんか重力砲っぽいのがある。やばいやばいやばい。これは？あれ？これ重力砲じゃない？これは廃墟なのか？下には行けそう。うわあ。やば。ちょっと待って。どう行くのが正しい、賢い道なんだろう、これ。いや、暗いな。暗いの嫌なんですけど。あー、あれが、空洞のランタンで、あー、どんどん落ちてくるじゃん。狙い撃ちされてる気がする。あ、こっからなんか道があるな。危ない。こっち行くと？あ、なんかあるぞ。はい。南部観測所。南550メーター。あ、こっから行けば、さっきの建物の中入れるんだ、きっと。で、こちらはなんだ、これ。これは重力砲ではないのか？すごいな、巨大な建物。さらに下に行くと、これどこまで行くの、これ。またなんかある。こっち行くとまたなんかあるの？これ。交差路。交差路。おー、あ、重力砲じゃないですか。
シャトルを呼び戻す。マジで。重力砲起動。シャトル呼び戻すか。侵入者で効率検されたシャトル。おお、面白。こっちはないね。こっちはもうブラックホールですね。ここも特に、ないね。ちょっと一番上もなんか行けるとこあったからね。一番上行ってから、さっきの建物への道、南部観測所へ向かいましょう。ここ、ここ。これ行けるよね、行けるね。おー、おー、おー。これは何だい？上行けますげ、ちょっと待って、とりあえず、こっち側。おお、なんかある。交差路。あ、こっちも交差路行けるの。道がよくわからんな。ん？よっ。危な、大丈夫？これはこれでまた、大冒険の予感。はい。すちゃ。あ、ここなんか、実況パート1で来たとこに似てるな。このエレベーターの方向変えるやつ。ほら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 。とりあえず行ってみる？あ、これがもうおしまいか。下に行けと。よー、あー、怖い。どこだよ、これ。全然わけわかんないとこ来た。あ、未確認信号あるって。どこだ？重力砲、はい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 。いかん、酸素残量ないじゃないですか。おっと、またこれは何だい？あ、なんかある。これ誰のだ？これはリーベックかな？ふう、よし、あれはかなり不愉快だった。でもとにかくここまでは来た。多分集中すべき部分はあそこで、最終的にどうやってあの道を登って戻るかじゃない。うん。この場所は大したもんだ。どうやら空中都市はここから北にあるらしい。空中都市？そして東には重力砲がある。何たちも見てみたい。それからもう一つ、どこか下の方に酸素の気配がある。やった！ありがたい。というのも、この地表からここまで降りてくる間に叫んだおかげで酸素をだいぶ使ってしまった。吐き気が収まったらさらに下に降りてみる。タンクを補充できるだろう。先にちょっと補充するか。酸素やばいぞ。降りれますかね。あ、こっから降りれるね。こっから、はい、重力方向変わるからね。から降りれますね。あ、なんか聞こえてきた。いるじゃん。いますよね。いや、聞こえたよなーとかじゃなくて、あ、向こうにいる。あっちだ、あっち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 。酸素酸素酸素。やったー。いた。リーベック。結構ふくよか、リーベック。やったー。ついに飛び立ったのか。大した問題よくやったな。ということは、私がここに来てからかなり経つんだろうな。うん、ここは脆い空洞だ。もう知ってるだろうが。ここは歴史に満ちている。素晴らしい。ここで何を？空中都市を見に来たんだ。いつかこの4つの目で実際に見てみたいってひよっこの頃からずっと夢見てた。私たちの種族が誕生するずっと前に、異種族の前だね。この星系で暮らしていたんだよ。彼らの文明がどんなものだったのか確かめたいと思うのは当然だろう。ただ、お前も他の連中が何て言ってるか聞いたことあるだろう。私は宇宙が怖い。正直言って今ここにいることに一番驚いているのは私自身だよ。どうやってこんなところまで来たか知りたいかい？落ちたんだ。重力水晶につまずいて転んで。リトルスカウトによればここは多少なりとも安定している。そういう場所に着地できたのはとてつもなく幸運だった。運が悪ければ吸い込まれていただろう。下にあるものに。ブラックホールな。リトルスカウトで周囲の地面の安定性をずっと計測してるんだが、どうやらここが一番安定してるらしい。だから移動できるようになるまでここにいるつもりだ。もう動けないのね。だが私の話はもういい。わざわざこんなところまで無駄話を聞きに来たわけじゃないだろう。うん、それはそうだよな。分かったことがあるんだ。やったな！早い！何が分かったんだ？燃え盛る双子星で太陽なき街を見た。燃え盛る双子星の内側に別の前の都市があったのか信じられない。街が丸ごと残っているなんて考えもしなかった。素晴らしい。あのシェルターのことかね。どうやって砂を排出し続けたんだろう。私だったらあの凄まじい砂の川によって洞窟に埋もれていくなんて耐えられない。の前は実に独創的な種族だったんだな。地下に居住地を作り上げるなんて太陽なき街すごい。ということは、の前は2グループあったことになる。燃え盛る双子星に住んでいたグループと、ここ脆い空洞に住んでいたグループ。
でも彼らはこの星系中を動き回っていたはずだ。ノマイの記録は他の惑星でも見つかっているんだから。そうだね。ここで探検するのはどのあたりがいい？むしろここで探検すべきでない場所なんてあるかな？ああ、確かにブラックホールはやめといた方がいい。あそこは無理だ。残念ながらというのも、一番面白いものは全部近くの下にあるからね。例えば、空中都市。あれはすぐ北にある。ここからでも少し見えるよ。マジで？南部観測所。はいはい、大きなドームがある。地表からは中に入れない。本当だ。試してみたんだから。ここにある他のノマイの建築物と同じように、地面の下のどこかの中に通じる道があると思う。あったね。やったー。探検がうまくいくことを祈ってる。ああ、ノマイについて何か分かったら教えてもらえると嬉しい。迷惑でなければ。ありがとう。いっぱい聞いたわ。やったー。はい、リーベック信号確認です。嬉しい。どれ？空中都市。来た、来た。あれか？あれが空中都市か？さすがにこの距離はいけないな。ちょっと戻るか、ここから戻るの大変だけどね。はい。ここまでは、とりあえず来た。これなんだろうね。これが全然わからない。あ、上がさっき見た空中都市じゃないか。で、これ重力砲か？あ、方角示してる？これ南部観測所だ。これはわからない。これなんだろう。でもちょっとなんか矢印が出てるのが気になるな。なんかデータを送ってるとかそういうことなんだろうか。重力砲まで戻ってきました。さあ、あとは、こっからさらに上に行ってみましょう。これか。こっちな。行ってみよう。さあ、どこに連れててくれますか。ん？おー、なに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 ？あれ？なんか、街っぽいのがあるけど、でもこれは空中都市ではないよね。おーっと、出ました。これあれか、脆い空洞か。どっかにプロジェクションストーンがあるはず。あ、あったっぽい。これだな。脆い空洞プロジェクションストーン。はい。ちょっとこれを見ましょうよ。ちょっとそろそろ超新星爆発危ないな。さあ、おーっと、メッセージ。ソラナム、今シャトルの中よ。これから漁師の月へ初めての巡礼に出る。ベルス、楽しみだな。準備はほとんどできているようだが、もう一つ覚えておかなくちゃいけないルールがある。漁師知識の塔まで、俺に会いに来ること。あー、脆い空洞確かあったね。あ、さっきのイラストがあった左側、あれ、漁師知識の塔か。塔は脆い空洞の反対側にある。交差路の西の道をたどればそこから塔まで来られる。教えてくれてありがとう、ベルス。また後でね。あ、これだけー。これだけかーい。あ、こっちにもあるじゃん。ちょ、そっちも使いたい。取っていくね。よっと。これは、ビジョンを見せてくれるのかな？おー。これはどこだ？ん？漁師知識の塔の中かな、ま、とりあえず南部観測所にちょっと間に合うかどうかわかんないけど行ってみましょうか。え、こっからもしかしてすげえワープで行けるこれ。お、行こう。すごっ！すごっ！楽しい！すごっ！面白っ！太陽、まだ持ってくれよ。頼むぞ。で、おっと、道が分かれてるけれども、こっちかな？これ南か？わかんないぞ。合ってんのかな？あ、一応南に向かってるね。こっちは間違いない。うわ、あれ？なんか落ちてたぞ。あれ？もしかして、もうそろそろやばい？なんかもうそろそろやばそうじゃない？これ。あ、行けなくない？そっちですよね。うわ、なんか、ちょっと待って。ところどころなんかホワホワーンってなってるんだよね。あのホワホワ行ってみる。うわ、なになに？そのホワホワ何？あー、落ちる！やばい！
あー無念でござる。あーうわーすげえ、ホワイトホールだ。面白、面白いは面白いんだけど、こいつか、これがなんだっけって話だな。これなんでこれ、あ、そこから入れる、中、中入りたい。せめて建物の中で死なせてくれ。あ、う、痛い。そうそうそう、そこ。ここ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 。あ、痛い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 。これがあれかな、ホワイトホールのすぐそばにある、あの実況パート1で行ったところ、かな？ん？こんなんだったっけ？なんか違うな。あ、いや、これだ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 。ここだ、ここだ、ここだ。来たよね、ここね。プロジェクションストーンを、これどこにはめるんだ、これ。さらに下。あー、ここ来た、来た、来た、来た。前、ここで超新星爆発したんだよな、確かな。これをここにカポッとはめればいいのかな、こうやって。あ、なんか回った回った。え？回ってる？なんか。何か起きてるのは間違いないね。なんかやっぱり仕掛けがあるな、これ。よ。こっか、痛い。こ、あ、待って。なんか爆発した音がした。これ爆発しませんかね？あ、ほら！くそー！ここでかー、皆さん本当にありがとうございました。今までお世話になりました。はい、宇宙で死にましょうか。どこ、あー、あったあったあった、眩しいぜー。よっしゃー、今突っ込むー。はいー、ちょっとせめて南極観測所だけは行っておきたいな。そこだけ行って今日おしまいにしましょうか。多分さっき行けなかったのは、もう時間が経ちすぎて、脆い空洞自体がもう壊れかけてたんだと思うんですよね。なので今回早く行くので多分大丈夫なんじゃねえかなーって思うんだけど、どうだろう。ほら、行けるね。前ここなかったもんね。よかった。よし。こっから行けんのかな？うわ、すごいな。あ、あそこ入ったらいけそうな気がするな、そこの中。あそこから観測所行けるんじゃないか。ということは、ここを登っていくのかな？あったあったあった、これ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 。これで行けんじゃないかな。うわ、すご。ブラックホール怖っ。で、こっから、ちょっと待って！あ、嘘やろ！ちょっと嘘やろあ、ワンチャン？ワンチャンある？やった、ワンチャンあった。なんとか助かった救済措置。はあ。あ、ここまで持ってきたか。了解了解。今度こそ行け。ちょっと確かに上だもんな。ちょっと上だもんな。いけるかな。タイミングタイミングタイミングだ。よいしょ、いった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 、オッケー。こっちでしょ、多分。ね、南部観測所。え？あれ？こっちだよね。あれ？ん？ここだと行ってよ。こっちから行ける？あれ？え？なんかあるんだよね、ここね。あ、向こう側か？あそこかな？方向的には向こうだよな。行ってみようか。行けるかな？行きます。いっせーの。よっ！あ、違う気がするな、これ。違うんじゃないかな。間違えてるよね、これね。あ、くそ。もうワンちゃん、もうワンちゃん、もうワンちゃーん。違うのか？でも多分あそこだと思うんだよな。
違うのかな、ちょっとわかんないな。ちょっと今の自信ない。なくしちゃった。ちょっとわかんねえなぁ。どういうこと？見たもんな。ホワイトホールステーションね。そう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 。脆い空洞に戻れます。これが、真上に来るまで待ってればいいってことなんだよね。そう、あとこれもよくわかんねえんだよな。これなんか、あんのかなこれ。このボール。ここにこう、カポって。ほら、なんか動いた動いた動いた。動いた動いた。これでなんかあれかな？あ、待って待って、間違えた。この位置関係が、脆い空洞との位置関係がだいぶ変わるとか。あ、すごい勢いで回っていく。お。来る？来る？来る？来た！お！はあ、ここに来るんだ。なるほど。これはそういう場所なんだね。面白。戻りワープステータス、チャージ完了、準備ができたらワーププラットフォームに進んでください。面白。なるほど。あ、やった。ジェットパック。おー、ここも来たことないな。空中都市、下50メーター。もうせっかくだから行こうか。空中都市。やばい、ちょっと待って。全然終われないんだけど。あ、びっくり。クラリー、脆い空洞の仲間たちへ、たった今ホワイトホールステーションからワープしてきたわ。設計通りうまくいったワープの再現成功したの。ポーク。アノーナの最初の設計どれくらい近づけたのかわからないけど、私たちが作ったものがきちんと機能してるのは嬉しいわ。私たちならできると思ってた。キャスサバがこれを読んでますように。ポーク、待って、これが正しいはずがないわ。嘘。クラリ、こういう反応見たことある。これが正確なら因果率に反することになる。どこかに機器エラーがあるはずよ。ポーク、ホワイトホールステーションに戻るわ。ルートとあなたが会いに来てくれるのは完全診断を実行してできる問題を特定しましょう。ポーク、キャスサバには言わないで。フェリックス、素晴らしい知らせだわ。ワープの塔を見るのが待ち遠しい。最後にブラックホールを通ってジャンプしたのはもう随分前のことだけど。どっか、これはめるところないかなーって、あったわ。普通にあったわ。はい。そうそう。はい、ポーク、ラミエと二人であなたが送ってくれた記録を見直してみたの。それによると、ノマイが脆い空洞のワープ受信機に到着したのは、ホワイトホールステーションを出発する少し前みたい。え、一瞬間、二人、同じ人が二人存在するってこと？ホワイトホールステーションと、脆い空洞。面白。ポーク、確かにとてつもなく奇妙ね。でも、クラリーと私は装置を何度も繰り返しテストした。誰かワープするたびに同じ結果になったわ。ラミエ、インターバルは信じられないぐらい小さいが、10万分の1秒程度。ここの装置にはそれこまで小さな単位を測定できないんだと思う？パイ、ラミエにはもう話したけど、その測定器が測定値が正確なはずはないわ。どうやったらテレポーターに足を踏み入れる前に、脆い空洞に到着するなんてことできるの？不合理だわ。そうだね。ポーク、反応はできないわね。私が不注意でこの宇宙に関する基本定理をいくつか壊してしまったのかもしれない。時間の性質に関する信念を一から考えさなくてはならないかも。すごい細かい話。私もそう思うわ。Me too。ラミエ、ポーク、パイはこの反応は不正確だと確信している。私が高エネルギー研究所。お、あったね。高エネルギー研究所。どこだったっけ？双子星か。この現象を再現するのを手伝ってくれるって、もっと多くのデータを取るための実験を計画しているところよ。パイ、最新情報、ポーク、高エネルギー研究所は燃え盛る双子星の赤道上の渓谷にあるわ。今すぐここに来て、どうしても見せたいものがあるの。おー、ちゃんとストーリーになってますね。面白い。これ、ここに置いたらどうなる？どこの景色を見せてくれるんだ？これは、あー、これ双子星ですね。燃え盛る双子星ですね、これね。おー、サボテン、これ、穴開く？やっぱり。あ、大丈夫だった。さあ、そうだよね。ホログラムだもんね。あそこ行ったことあったね。ここは、空中都市じゃないってことだよね。下50メーターって書いてあったから。こっからさらに下る方法が何かしらある。さっきあったっけ？下向きの。あー、上向きだ。下向き？これ壊れちゃってんじゃん。これいけないよね。いけないね。壊れちゃってるわ。こっからいけないのかー。
これは反対向きにしたいとこだけどね。そういう装置もあいにくござーせん。どうすればいいんだろう。向こうもなんかある。これはなんだ。なんかあるね、こっちもね。おっと。はい。フェリックス、夜空に時々現れる幻影の月を誰が観察したことがある？考えを聞かせて。プルーム、あのふざけた月は面白いな。例の乱暴な友達、空洞のランタンに似てるかもな。ああ、空洞のランタンね。フィリックス、この月は火山星じゃない。肉眼で見る限り。一度に何日も友達の空洞のランタンから離れることがある。プルーム、この惑星の月は出現の仕方に一貫性がないようだな。好き勝手動いてるように思える。うんうん。サッチ、いい目をしてるのにあの月はどうやって消えるんだと思う？仮説、光スペクトルの変異ということはあり得るの？何言ってるかさっぱりわからんわ。プルーム、恥ずかしがり屋で俺たちに顔見せられないのかもな。出たアメリカンジョーク。サッチ、考えてみて、もしも火山月が2つあったらって。プルーム、だったら俺たちは一人も生き残れないだろうな。フィリックス、仮説、とんでもない量の溶岩が存在しうる。サッチ、否定を前提とした仮説であることは切に願うわ。はあ、ある？見える？その、なんだっけ、漁師の月だったっけ？幻影の月？今危なかったな。ギリギリだったな。やっぱあれだね。あの重力砲のところから行くしかなさそうだね。空中都市はね。じゃあそれは次回行きましょうか。はい。今日はここまでにしましょう。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。あ、ここからいけるね。あらららららら。今いけたんじゃねえか。あ、今いけたんじゃねえか、今。あー、バイバイ。